ムデイプレゼンス、会いたかったらワンダーパフォーマンス。僕も最後ですから。あ、ね、あ、愛してる。愛してる。やっちゃう。恋音と雨空の日誌のね、一番最初の真似をしてます。はい、ビームの始まりです。好きだよ、トモトさん。ほら、ほら。何よ、ほら。あ、でもわかる。ちょっと。
ですね。あーこれはすごいな。すごかったですね、今回さんね。感動しちゃった。感動しちゃった。悔しいけどぶっ飛んだ自分が。いた。やられた。待って待って、マジか。悩んでください。ドラムロール、ブルル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 頑張る。厳正なる審査ですよね。本当に。さあ行きますよ。それでは。うわどっちかな。ドラムロール。ブルルルルルルババン。はい。さあお。一二一一一二二一。ということは？一年。これ逆にね。逆に。あれこれもう。フラノ。フラノ一。フラノ一。いやでもねすごい。30ポイント最多でしょ。ああ最多で出てくれて、今まで散々くだらないものを見せられ続けてきましたけど、ああ最後の最後になんかこういう感動してますから、ね、本当になんかちょっと嬉しかった。嬉しかったです。さあ1番挙げたお、リーダーどうでした。いやすごかったっす、うん、そのクラーク博士が指してるのが私だって。くどいてんじゃないかって。西どうでしたか。いや本当にすごかったです。テンポもすごかったし、はい、しんちゃんは本当に3組ともみんな良かったんですけど、うん、ちょっと迷ったんですけど、あの今までないタイプだったので、ね、だから自分でネタをちゃんと考えてくれて、そして2番を挙げた、おうのちゃん、なあ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 、3人でね、あれを考えたんだっていうのを想像するとちょっと可愛いなと思いました。可愛かったね、一生懸命。千秋はどうでした。いや、もう男の子3人でやりきってくれたのがすごいね、嬉しかったですね。ねえ、すごかった。で3番、どうでした、シュータ3番。え3番その着ぐるみはどこで来るんですか。ネットで買いました。えぇーやばい、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 ムーディ人形もすごい、すごい、めっちゃ貢献してる。貢献してる、ほんとに。さあ、おめでとうございます。さあ、ほんとワンダーパフォーマンスありがとうございました。延べ1000人近くの方にほんとに参加していただきました。またこういうことができたらなと思っております。ワンダーパフォーマンス。